はい、いつも、たくさんのご視聴ありがとうございます。今日は商品紹介です。はい、こちら開封します。レシプロそうな、まあ電動工具、充電式の、電動ノコみたいな感じかな。これちょっと僕は初めて、まあ先輩が持ってたやつ使ったことあるんやけど、うん、まあ電動ノコ、いろんなものが切れるみたい。これメタル、鉄鋼用と、これは竹とか枝、あとこれが、木やね、ウッド。まあ付属品は、これ本体が1つで、バッテリーが2つで、充電式からこのカバー、これつけないかんのか。これは何、これどうやってつける、こんな感じになるの、このこれがね、このワニみたいな、これをつけちゃかんといかんのか。あ、つけんでもいい場合があるんやな。枝を切るとき、ここに枝を挟んで、こう、イラストであるんやけど、枝を切るときはこれを使うってことな。普通の、板とかのときは、これをつけんでもいいみたいね。こうか。こうか。ちょっと、切ってみようかな。枝だな、木工用で、ここのレバーを、この赤いレバーを回して、で刺して戻すとロック、いいんかな。でバッテリーを入れる。でこのボタンを押さんと、これがトリガーが握れない、安全ロックやね、これ。これを押した状態で、これだけでは握れないようになってますね。で、ここにかました状態で、かまして、なるほどね。これがこう動いていくんやな。かまして。はい。まあまあ、切れ味は十分ですね。楽に切れます。いいんじゃないかな。まあ、今回ちょっと鉄鋼とかメタルとか、竹はやらんから、板を切るのにね、板切るときこれがあると、邪魔な感じかな。板を切るときは別にこれをいらんね。棒を切るときはいるけど。この板を切るときは、このワニは外さないかんね。外した方がやりやすいっていう、ね、まあいろいろ安全に注意してくださいとかね、いろいろ書いてます。はい、まあとりあえずこいつは今回ちょっと外します。買い場を交換するときは必ずバッテリーは外しとった方がいいと思います。危ないのに。はい、まあ早速ね、奈良の小屋作るときこれがあったら便利やったんじゃないかなと思うけど、ちょっとたまたまタイミングが合わずにこれを使うことになったんやけど、まあこちら概要欄の方に、メーカーさんとか販売サイトの方書いておりますので、気になる方は確認チェックの方お願い しておきます。今日は何するか、これ使って何作るかっていうと、まあちょっと電動工具がかなり増えてきたんで、これとかね、
まあこんな感じでちょっと電動工具がかなり増えてきて、管理するのにまあちょっとなんか棚でも作ろうかなと。まあこれでね、せっかくあるんでこいつとまあ電ドルとか使って、工具置き場を作りたいと思います。せっかく並べたけど、また片付ける。よっしゃ、ほい、これでけえな。思ったよりでかくなってきた。はい、これでまあ骨組みができたと。まあ角のね、あとのこれは板張って真ん中仕切りを仕切りをつければいいんやけど、何段ぐらいにするかな。3段はいるよな。1、2、まあ一番下はまあそうでもないけど、高さ、問題は高さやな。高さをどんくらいずっと取るか、まあ大体でいいか。まず横、まずこの天板とこことこことここか。1、2、3、4枚な。44の横が足らんかったな。
これ考えればよかったな。この点、コンパネの横幅が90なの ?90 っていうことは、これを90に、90で作ればよかったんやな。そういうことか。それはちょっと計算に入れてなかったな。あ、でもこの間口が、この間口が90なんで、いいか。目いっぱいでいいか。それでいこう。これまっすぐ切るの難しいわ。どうやってまっすぐ切るの？こうむにゃんむにゃんになるわ。これはなんか、ま、こういうまっすぐ切るのには向いてないんかな。やっぱこれあった方がいいんかな。そうだな。これは丸のこの方がいいよな、多分。丸っていうか、あのガイドがあるもんな、ちゃんと。はい、結構電池の持ちがいいですね。まあずっと使いっぱなしじゃなくて、こうちょこ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 使うっていう感じの使い方やから、バッテリー2つあれば十分1日持つんじゃないかなと思います。うん、全然まだまだバッテリー1個目でまだまだこれだけね切れてるんで、電池のバッテリー切れの心配はなさそうですね、1日使っても。よいしょ。
はい。まあ、なんとか、イメージしてたスナップオンのツール、キャビネットができました。はい。まあ、ちゃんとね、コロもついてて、次期ガレージのね、このキャビネットとして十分使えるんじゃないかと思います。まあ、電源もね、取って、電動工具の充電とか、まあ、ほら、USB な、スマホの充電とか、このモバイルバッテリーの充電とかも、まあ、ここで全部できるようにやりました。まあ、ちょっとね、使い勝手的にはどうか、ただの物置になるんやけど、もう一個あれば、これと同じようなやつがもう一セットあればね、次は工具。このキャビネット式の工具のね、やつあるじゃないですか。あれ、やっぱ、引き出しがついてて、あれが便利がいいね。まあ、買った方が早いかなと思うけど、結構買うとあれは高いんよね。スチールのやつはね。まあ、これならね、もう5000円ぐらいでできる。はい。まあ、今回使用した、この、充電式のコードレスのレシプロと、すごく使い勝手は良かったです。軽いっていうかね、まあ、ちっちゃいんでね。右手一本で、まあ、しっかりとね、こう、押さえてやらんといかんっていうのと、あと、まあ、コツっていうかね、この棒切れは切るのはすごくいいけど、この平面、板を切るのに、ちょっとやっぱコツがいるっていうか、あまり向いてないんか、まあ、俺の使い方が間違えてるのかわからないけど、まあまあ、でも普通のね、このノコギリでやるよりは、全然楽っていうか、早いし、楽でいいですね。電池もね、十分、2個バッテリーあるんで、使えますね。1日作業しても全然大丈夫な感じでした。はい。ということで、まあ、概要欄に、リンク等貼っておきますので、気になる方はチェックの方よろしくお願いします。はい。今回は、このレシプロソの紹介動画ということで、このクジラガレージのね、キャビネット作りました。ということでした。ありがとうございました。